ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋から車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW740i M スポーツ2016年式18,700キロ、こちらのお車をご紹介させていただきます。ちょっと間が空いちゃいましたけども、はい、今回またよろしくお願いします。お願いします。でまた、すごい時期になりましたね。どういうことですか？この車、だって言っても現行じゃないですか、はいはい、でちょっと価格に関してはちょっとご確認いただきたいんですけども、もう新車の半額以下。そうですね、はい、めちゃめちゃお買い得じゃないですか。欲しくなっちゃいますよね。欲しくなっちゃいます装備もかなり充実してる。充実してますよ、はい、まあ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 考えられるものほぼほぼついてるというですよね、まあ、言っても BMW のフラグシップなんで、もちろん、はい、そうですね。ちょっとその辺のお買い得具合を今回ちょっとお届けしたいなと。はい、はい、でちょっとエクステリアから見ていきたいんですけども、はい、車は M スポーツということで、そうです、まあ、バンパーの衣装だったりが、はい、ちょっとこうスポーティーな感じ、はい、はい、うん、でちょっと今回正直ポイントもいろいろお伝えしたいんですけど、そうこの辺とか、うん、色がとか、そうなんですよ。これなんですかね、うん、BMW のこの年式のプラスチックってみんなこうなっちゃいますよね、うん、多いですね、うん、僕ミニのメカニックやってたんですけど、はい、F、まあ、要は現行型のミニの前回りもやっぱりプラスチックのキッパーついてて、うん、それも初期型を中心に特にこう色あせというか、うん、まあ、紫外線なのか経年劣化なのか変色が結構起きちゃうんですよね、うん、そうですね。あとは205の C63 もあるあるで、あ、はい、こういう黒っぽいパーツがついてるんですけど、そこがやっぱり変色して、ここまで薄くならないんですけど、ちょっと紫っぽくなったりとかっていうのあるあるですね、うん、まあ、別に走行に関係するとこじゃないんですけど、そうですね、まあ、ちょっとこの手の車なんで、はい、ちょっとパリッとさせておきたいなというところはちょっとあります、ね、うん、あります、うん、でまあ、部品単体で出るはずなんで、はい、うん、まあ、ちょっとバンパー脱着だったりで少し最後あれかもしれないですけど、はい、ちょっとこの辺はぜひ気になる方は、うん、はい、一緒に言っていただければ、そうですね、パリッとさせることができますので、はい、あとは7シリーズですから、はい、もう全部ついてます。全部ついてます、はい、でこのアダプティブ LED のヘッドライト、そうですね、これも通常の LED のヘッドライト、一般的な車よりも、うん、なんか照射範囲が倍ぐらい、なんか 600m ぐらい先まで照らせるのなんか、はい、もう当然のようについてると、うん、そうですね、はい、あと僕 BMW で言ったらこのパカパカが好きなんですよ。パカパカはい、もう7だと当然ついてるんですけど、うん、あの X3 とか、はい、あの辺になるとついてたりついてなかったりとか、そうですね、グレードだったり年式だったりとかするじゃないですか、はい、うん、やっぱりこの辺あると中見える見えないがあるじゃないですか、はい、で今 BMW って結構こう補強入れてたりしてこう中丸見えだったりすると、あ、確かにね、僕ちょっと気になっちゃったりするんですよね、はい、でやっぱり高級感っていくとやっぱりこう見えない方が、うん、はい、開け閉めをもっとこう見たいんですけど僕はそういえば見る機会ってないですね。ないですよね、うん、要はこう暖気が終わってこう冷やすのが必要になった時にこう開くわけですよ、ね、そうです。それをほらこうほぼほぼ見れないじゃないですか。確かに運転してる時当然見えないですし、そうなんですよ、止まってる時もそんなにパカパカすることないでしょうから、うん、だから開いた時のこう確かに感じをね実物で見てみたいなって、ちょっとそういうギミック気になります。はい、はい、こんな感じの前回りで、うん、で今回のお車すごくコンディションがいいですよね、うん、そうですね、年式の割には走行距離も少なくて状態はいいと思います、うん、やっぱりこの手の車ちょっと状態がちょっと残念だと、はい、いくら安くてもがっかりなポイントですけど、うん、そうですね、今回の車コンディションもすごくいいということで、はい、だから僕ちょっと今回伝えたいんですよ。なんですか？あのちょっと国産のセダンとか、はい、あとはまあ欧州車でもちょっともうちょっとそのセグメントがこう下とか、うん、もうちょっとちっちゃい車検討されてる方、うん、もうちょっと騙されたと思って1回7シリーズこの辺をちょっと見てほしいなと思って、うん、そうですね、うん、もうやっぱり圧倒的なこの装備の違いとか、うん、このコンフォートさ、うん、もうちょっとその年式とかっていうのだけ、はい、納得していただければこんなにお買い得な車ないと思うんですよね、はい、でも2016年で5年落ちじゃないですか、はい、で価格的にもね結構もうかなり下がってきてるところなんでそんなにリスクは高くないと思うんですよね、うん、もうここから下がるって言ってもこうゆっくり緩いですからね、緩やかな感じだと思いますんで、はい、うん、本当こあの何ですか、中古車で買うべき車種って言ったら変な言い方かもしれないんですけど、距離も1万キロ台ですから、まあ、全然問題なく乗れるかなって思います。そしてそれを示しているのがなんとボンドグループの社員2人も7シリーズ乗ってると、ね、この年式、はいはい、
だそこでもなんかこう車屋さんがやっぱりこう、そうです、乗る車だっていうのがなんか分かりますよね。はい、お買い得だし、そうですね、やっぱり使い勝手いいし、装備充実してるし、うんうん、はい、意外と車関係のお仕事をしてるその人たちは BM だったりとかミニだったりとかその辺って好きですよね、うん、やっぱりなんかこう平均点が高いというか、まあ、リセールとか装備とか、はい、はい、走りとか、うん、そうですね、割安感がすごい強いんで、うん、いいかなと思います、はい、特に BM7 シリーズは。であと横、うん、見てみましょうか、はい、横も M スポーツなんでちょっと、はい、ホイールが最初から違ったりとか。そうですね、これオプションですか、標準19ですよね。はい、そうです、20のホイールが入っている、うん、はい、まあ、あとは当然車エアサスですから、うん、上げ下げもできて、そうですね、はい、うん、っていう感じですかね、はい、あと M スポーツなんで、うん、M のバッジもついてたりとか、はい、あとこの辺窓枠とか、うん、この辺が黒くなってるのが、はい、その M スポーツの方を選ぶと、そうです、はい、うん、なる感じですね、はい、だまあこの辺メッキでもいいんですけど、やっぱりこう引き締まった感じが、うん、だいぶこう統一されてますよね、窓もそうだし、うん、でまた僕今回いいなと思ったのはこのボディカラーなんですよ、うん、はい、はい、こう黒くなるじゃないですか、はい、だまとまりすごくよくありません。あ、いいですね、統一感はね、窓もそうだし横もそうだし、うん、あともう一個そのフロントのグリルのところ、うん、カメラのところが黒じゃないですか、はい、そうですね、でこれボディカラー何選んでも黒じゃないですか、はい、だから他のボディカラーだと気になっちゃうんですよ確かに、あそこの縦のところが、はい、でもうボディカラー真っ黒だとその辺も気にならなくなるので、はいはい、今回すごくいいなと思いました、うん、であとはまあ装備の辺拾っていきますけど、はい、まあ、当然もう充実の装備 で、はい、まあ、イージークローズとかも全部ついてると。全部ついてます、はい、で今回の車ロングではないんですけれども、はい、まあ、ちょっとスペース的には、うん、はい、僕的には十分かなと。いや普通に十分ですよ、はいはい、贅沢カメラマンは、うん、え狭くないですかなんて言ってたんですけど、ちょっとこの後内装チェックで見てみたいと思います、はいはい、あともうさすがにプライバシーガラスとシェードがついてると、はい、うん、はい、何も見えません。そうですね、はい、うん、続いてリアマリックと、はい、うん、テールランプは割とこう攻めてないというか、やっぱりキャラクター的にそうなんですかね。そうなんですかね、見慣れたっていうのもあるかな。あ、確かにそうかもしれないです、うん、あと以前肘川さん言ってたかもしれないですけど、うん、ここがリフレクターかなっていう、ね、うん、うん、まあ、放棄上しょうがないんですけど、はい、ここがなんかちょっともうちょっとトーンが抑えられてたら、うん、もっとなんかそうシュッとしてっていう、ね、はい、好きじゃないですここははっきり言いますね、はい、いやいや BM 好きなんでなんかこれちょっと嫌だなと思って。 BM でもみんなここにリフレクターつけてますね。そうなんですよね、はい、うん、なんかほら8のグランクーペとかも縦でこっち入ってたり、でも M8 はあ M8 が入ってるのか、でも普通の850は入ってなかったり、まあ、いろいろちょっとね車種によっても若干違うんですけど、この辺でちょこちょこっと済ませてほしいですよね本当はね、はい、うん、本当はそうしてほしいですね、はい、うん、あとマフラーカッターなんかもしっかり黒くなってるという、うん、かっこいいですね、統一感かっこいいですよね、うん、めちゃめちゃフォーマルですよ ね、はい、うん、でもなんか要所要所でこうメキというかこうポリッシュとか効いてるんで、だからそうですね、本当にエンブレムとグリルに合わせてだと思うんですけど、うん、このモールだけメッキが残ってたりとか、そうだからそんなに重く感じないというか、さじ加減がうまいですよね。うまいですね、うん、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もう内装がこのメインといっても過言でないんで、そうですね、はい、ちょっと開けるともう開けた瞬間に、うん、はい、もうまずこのソフトクローズ、うん、はい、あとイルミネーション、はいはい、そしてどこでもドアと、はいはい、どこでもドア、どこでもはい、これはだいぶもう乗り込む前に高級感を感じられる。本当ですね、だとこの締まりですよ、うん、めちゃめちゃ高級感ありますよね。そうなんですよ、でもドア自体は軽いはずじゃないですか、 BM の最新の技術なんで。でも締まった時の重厚感ってすごいですよね。多分アルミですよね、これ。そう、アルミ触った感じだと、うん、反響音なんかはね、はい、でも外装も全部フェンダーなんかプラスチック使ってたりとか、うん、でカーボンコアってこの開けたところのホイールね、そうなんですよ。 BMW のお話するときちょっとたびたび登場しますけども、はい、このピラーとか、あと天井の骨組みとか、うん、あとフロアのサイドとかセンターのトンネルとかにカーボンかぶせて、うん、まあ、軽く補強してあると。なるほど、軽くも、うん、軽く補強してんじゃなくて軽く軽量に補強してある。そう、はい、軽いけどさらに強くなってると。これちょっとさっきカメラ回ってない時に話されてましたけど、うん、i3 とか i8 とか、ああそうですね、あの辺の技術ってことですね、電気動車の技術。あ、バッテリー積む関係でなんか車が重くなっちゃうんで。なるほど、まあ、少しでも軽くしてある、うん、だからシリーズでいうとかなり軽くなってるんですよね、これで。なってます、はい、だと内装に行くともう内装が、うん、もうさすがですよ、うん、はい、めちゃめちゃ豪華、うん、そして
全然痛みがないというか、そうですね、パリッとしてるという、はい、距離なりというんですかね、はい、年式から考えていただければ相当いい状態だと思います。もうシートから行くと、もうこのダイヤモンドステッチとこのグレーですかね、白ですかね、グレーですかね、グレーですね、パイピング入ってて、はい、この複雑な造形、はい、高級感すごいです、うん、そしてこのステアリングもこれ M スポーツになるとパドルがついてくる感じですよね、うん、そうです、はい、トリム類なんかもこの M スポーツのブラック系のトリムになってると、はい、もう全体的な高級感がダッシュもそうだし、うん、センターコンソールもそうだし、うん、はい、さすが7シリーズっていう感じですね、はい、うん、改めて、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、まずスカーフプレートはこの光るタイプの M スポーツですからついてございます。そしてシートはもう超ラグジュアリーですよね、はい、全体的に柔らかいですよね。柔らかいです、座面なんかも、うん、ただこのナッパレザーの、はいはい、もうすべすべのレザーで、うん、はい、もう本当に触り心地もいい。本当です、はい、そして背中も割と柔らかめです、うん、でホールド感はもうあんまりないですね。そうですね、はい、お尻が、うん、沈み込むことでこうちょっとホールドさせる感じ、うん、そんな感じです、はい、そしてステアリングも先ほどちょっと触れましたけどこんな感じでエアバッグにもちゃんとステッチが入っ て、はい、入って、はい、この辺もアルミのヘアラインかなんかなってんですかね。そうですね、はいはい、高級感が、はい、あります、うん、そしてメーターはこのデジタルなんですけれども、はい、このアナログのこの枠というか、うん、これを残した、ね、はい、BMW のデザイン、この後になるとフル、これがなくなっちゃうんですよね。そうです、全体的に、はいはい、こんな感じになっております。だからこれデジタルなんですけどあんまりこう何でもかんでも表示できるというよりかは、うん、ちょっとこうモードによってニュアンス変えたりとか、はい、そんなのができる感じですよね、はい、はい、これがこんな感じで、はいはい、できると、うん、はい、そしてちょっとそのままかけといて大丈夫ですか、はいはい、そしてナビに関しては、うん、もうこの十分な大きさの、はいはい、ナビと、あとこれでしたっけ、はい、うん、こんなのができる、ホームページをご覧ください。あ、ジェスチャーコントロールですね、はいはい、今ちょっと著作権的に使えなくなっちゃったでしょ。あ、はい、あ、はい、まあ、こんな感じでジェスチャーコントロールができたり、ね、はい、もうついてると、うん、はい、で中身的にはナビも、うん、まあ、アイドライブですから、はい、使い勝手も十分じゃないでしょうか、うん、はい、他のモデルから乗り換えてもこの辺は使いやすいですよね。そうですね、はい、一緒なんで、はい、うん、あと車両設定なんかでこれでしたっけ、はい、あ、ちょ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 、ごめんなさい、何が言ったんですか、スポーツしたいです。ああ、はい、あ、これです、はい、スポーツ用紙7シリーズなのにこんなのもできちゃうと。そうです、はい、であとはどこですか、車両設定、あれシートのやつが私はどう、あります、あ、この辺の、はい、はい、お、でこの辺もできちゃうと、うん、そうです、はい、マッサージ付きですよ。そうなんですよ、はい、スタンダードなモデルのはずなのにマッサージが当然のように付いてるんですよ、うん、はい、はい、ステアリングヒーターも付いてますからね。そうなんですよ。でもう一個びっくりしたのが、うん、シートヒーターはまあついてるじゃないですか今車、はい、うん、ここも、うん、こっちも暖かくなるんですよ。そうです、はいはい、だからもうこう、こうもう運転することを忘れてもうこうくつろげるっていう。なんか各メーカーのフラッグシップモデルには、はい、当たり前のようになりつつありますね。それがね、アームレストが暖かくなるっていうのがびっくりですよ ね、 ね、この辺暖かくなったりとか、うん、はい、でその辺がしっかりついてる。当然ベンチレーションもついてると。はい、はい、でエアコンに関しては4ゾーンですかね。そうですね、はい、に当然なってございます、うん、であとこの辺コンソールはちょっと小物入れと USB と、はい、はい、チーとかはついてないんですね、うん、はい、そしてシフトとモード切り替え、モード切り替えですね、はい、あとカメラ関係が当然このモデルですから、はい、しっかり充実してると、うん、はい、こんな感じでいいですね、やっぱりね、はい、バッグも全部ついてると。はい、ああ、これないのかっていうのはないんですよね。だから7なんで普通に考えたらすごいですよね、はい、はい、それがこの価格で買えるんですよ本当だよね、はい、ちょっと本当に国産セダンとか、うん、はい、ちょっと考えてる方は1回見てほしいですよね、うん、そう、本当にそうです、はい、うん、この充実の装備、はい、はい、
そしてあとエアサスなんで車高の上げ下げが、はいはい、できたりとか、はい、意外に使い勝手がいいんじゃないかなと思います、うん、あとセンターのコンソールの中はこんな感じで、うん、ちょっと狭いですけれども、はいはい、こんな感じで USB とシガがついていると、うん、はいはい、この真ん中でパカッと開くとちょっと高級感感じますよね、うん、はい、あこうやってね、はい、うん、で当然全部動きがゆっくりなわけですよ、はい、こういうとことも。そうですね、はい、うん、でグローブボックスの中はこんな感じで、はい、うん、はい、まあそんなにひどくないですけど。そうですね、はい、でミラーに関してはこの BM の恒例の ETC 付きのミラー、うん、ETC 付きますね、はい、そしてあシートちょっと調整のところも触れておきましょうか、はい、調整は本当に細かく、そうなんですよ、調整できると、はい、これなんか嬉しいですよね。僕ね、はい、さっきちょっとあの土が言ってたんで、はい、そう言おうかどうしようか迷ってて、はい、ちょっと大人なんで遠慮しちゃったんですけど、なんすか、はい、あのさっきサポートあんまり良くないじゃないですか、はい、で土も言ってたけどお尻沈み込むじゃないですか、はい、僕ね BM のシートの一番好きなのってここのフロントの これあるじゃないですか、はい、あの太ももそう、はい、ここのねこれが硬いのがすごい好きなんですよ。これ絶対硬いんですよ。確かに、うん、でここが全然硬い。そうなんですよ、はい、でこうサポート感を取りつつ、はい、うん、なのでラグジュアリーシート、まあ、若干のスポーツ形状ですけどここだけちょっと出てますよね。そうですね、はい、やっぱりこの辺はさすが BM 抜かりないなという感じです。でホールドしすぎないと逆にこう体を持っていかれて疲れちゃいますからね。そうそう、はい、そうなんですよ、うん、まあ、そのシャーシのセッティングとかといろいろありますけど、ね、合わせてやってるんでしょうけど、はい、だとこれがもう漏れなくついてくるんですよ。すごくないですか。すごいです。ポルシェでこれつけたらとんでもない金額取られますよびっくりしますもんね、最初のシートのね、はい、これが調整見ると、はい、そしてその辺が当然メモリーできて、はい、なおかつですよ、うん、運転席側から助手席の操作もできるっていう、そう素晴らしい、お手本のような高級車じゃないですか。そうです、はい、しっかりついていると。そう、あとは、うん、あ、これついてるんですね。ついてます、はい、運転席の小物入れと。そうです、はい、こんな感じになっています。はい、はい、あともうペダル関係だったりは、うん、あペダルちょっとステンにしたいですね、うん、はい、ステンありますよね。多分ありますよ、はい、うん、ステンにしたいです、はいはい、ちょっとここはただもう人間工学に基づいているインテリアですから、はい、何の不満もございません本当、はい、本当に、へ、はい、なんでですか。いやなんか土いつもいやいやいや、ちょっとなみたいなコメントがあるから、ちょっと先日撮らせていただいたのがラングラー撮影させてもらったんですよ。あ、ラングラーってここの左足のスペースが全くないんですよ、うん、そうですね、はい、もう車的に、まあ、そういうキャラクターじゃないんですけど、だから運転の時こういうスタイルなんですよ、はい、そうですね、はい、だから僕こうしたいんですよ、はいはい、だからもう完璧だなと思って、はい、もうサイズ的にもレイアウト的にも、あ、土安心の。そうです、はい、そして上に行くと M スポーツなんで、うんうん、アンソラサイト。そうですね、はい、メーカー風に言うとアンソラジットですかね、はい、アンソラジットです、はい、黒、いわゆる黒ですね、はい、はい、天井になってる。だから車内がこう引き締まって、うん、そうです、暗くなってかっこいいですよね。かっこいいですね、はい、そしてバイザーもちゃんとファブリックなんですよ、はい、こんな毎回こうビニールの時ぐちぐち言う僕が、はいはい、おとなしく、はいはい、認めてる感じ。この肌触りがいいんですよね、 BM ですね、はいはい、ちょっとメッシュの、うん、はい、そしてこのルームランプもちょっと、はいはい、これあれでしたっけ、ドアロック解除した時にこれがバーッと出るんでしたっけ。そうです、はい、それと同じ出力で、うん、衣装を似せた、うん、はい、ルームランプと、あとはサンルーフ、はいはい、いやいいですね、うん、はい、このもしっかりついてます、はいはい、もうあとはだから中が広いんですよ、うん、はい、広いよね。広いですよね、うん、快適です。もう快適です、うん、でなんだっけな、つい先日、あ、そうだ、つい先日、うん、LFA をさせて撮影させてもらったんですよ。LFA ってその重量物をなるべくその真ん中で低くするために、はい、うん、座席も寄せてあるらしいですよ。ただもう何そのすごいドヤ顔ちょっと肘川さんにマウント取りたいです。あ、本当ですか、はい、車情報で。ただ7シリーズとかってもう全然それと対極じゃないですか、はいはい、もうスポーツというよりかは、うん、もういかにこう快適に移動するかっていう乗り物じゃないですか。だからもうこの LFA でちょっとなんとなくこう昔の話を思い出したんですけど、昔にトヨタって LFA 作る以前ってやっぱりこうスポーツ化ってあまりそんな得意じゃない方じゃないですか、なんとなくイメージ的にも。でもそれをこう意識するっていうので本気で作って、
特にトヨタはそのメーカーとしてなんとなくその重量配分に関してはちょっと疎い感じのイメージがあったんですよね、もともと。極端な言うことを言うと左右違うんじゃないかとか、バランス悪すぎるんじゃないかとかよく言われてて、足回りのセッティングとかしていくとなかなかトヨタ車って詰められなくてっていうのも結構あって、そういうことも踏まえた上で LFU を作られたんで、あれってある意味トヨタの当時の究極の車ですね。確かにそうですね、はい、すいません余談まあそんな感じですけども、うん、はい、車はもう本当に広い、 前のこの辺も広いし、はい、左右も、はい、うん、十分な広さでございますで、はい、じゃあ続いてリアシートを見てみたいと思います。リアがまたすごいんですよね。すごいですね。まあ、スペース的には僕は十分だと思うんですけど、うん、僕も十分だと思います。はい、贅沢ものカメラマンはもう少し広い方かなと言ってましたけど、うん、はい、ロングになると14センチぐらい、そうです、はいはい、足元が広くなるという感じで、うん、で何ですかこの豪華なリアは。ねえ、すごいよね。モニターとアームレストもえらいことになってますけど、そうですね、この辺でいろいろ車の設定ができたりとか、そうですね、はい、精度の上げ下げなんかもできちゃうと、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、まずもうフロント以上のこの何ですかこの高級なソファーに座ってるような最高な座り心地は、うん、いいですね。全然違うね。全然違いますね、うん、前と後ろで、うん、でまた後ろ結構高いじゃないですか座面が、はい、全然こう視界がいい感じですよね、はいはい、フロントのヘッドレストよりも視界が高いんで、うん、はい、この開放感が、はい、そしてこのこれですよ、はい、ちょっと一眠りしていいですかでちょっとどこから触っていきましょうか。まずここからいきましょうか、はいはい、これ760も確かついてました。ついてましたね。ついてましたね、はい、これでなんといろいろできちゃうと、アンビエントの調整とか、うん、はいはい、ここからできちゃうんですよ。ここからできる必要があるのかどうかちょっと僕にはもうわからないんですけども、サンシェードの上げ下げも、はい、わあ、いいですね。すごいあ、これリアだけとかもできるわけですね。そうですね、はい、細かくできますね。でそんなのもついてて、あとシートが、はい、うん、リアでこれですよ。そうなんですよ、はい、この何ですかこの細かい調整具合ね。フロントだってこんな調整できる車そうないですよ、うん、はい、だってリアシートが調整できるってちょっと考えると、そのロングボディだったりとか後ろが何ていうんですか、豪華な、はい、ファーストクラスパッケージ的なっていうイメージしかないですけどね、はい、でそういうのでもせいぜいこう座面がちょっと前出るとか、そう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 、少しリクライニングするとかそれぐらいじゃないですか、うん、この細かさですよ、うん、でしかもこの全部個別に、うんうん、なんだったらこの後ろの席に座りながら、うん、はい、この前の席の調整とかもできるわけですよ、うん、そう、若干もう意味がわからないです、うん、嫌がらせできるよねそうですね、はい、そしてエアコンだったりだとかメディア関係、はいはい、その辺なんかも全部できちゃうと。素晴らしい。すごいっすねこれ。これでこれ外してもできるんですよね。そうです。これどこでしたっけ、これか、うん、ポチッ、うわ最高です、うん、はい、ちょっとこういうギミックにちょっと男心がくすぐられちゃう感じで、うん、だってこれ置いただけで掴んでくれるんですよ、はい、こんなのついてると。でこれを使わなくても、うん、一応こっちで個別にシートの調整なんかができると。で、はい、できます。だってこの背中のこのナンバーのこの何ていうんですか、うん、調整もできちゃうわけですよ、うん、すごくないですか。すごいよね。なんか声でかくなっちゃったけど、ワンタッチを直角シートにしたりとか、うん、はいはい、できちゃうと。これほら、はい、ベンチレーション、はい、そうなんですよ。リアにも、リアにもついてるんですよ。すごい装備が。シートヒーターに関しては最近結構コンパクトクラスがついてますけど、はい、はい、しっかり4ゾーンで。そうです。これがだってスタンダードについてるわけですよ、ね、740の、うん、すごいです。すごい。そしてアームレストの中は、はい、うん、リモコンと、はい、ちょっと収納があってっていう感じです、うん、はい、はい、で当然これ起こせば、うん、はい、ここに乗れるわけですもんね。そうです、はい、素晴らしい。広さも十分です、うん、そしてこのこれですよ、はい、このリアエンターテインメント、これフロントのナビ表示と一緒じゃないですかほぼ。はい、はい、でここでも全部、はい、はい、タッチはないですね。あ、タッチはないですね、はい、でこれがリモコンか。
はい、そうなんですよ、失礼しました、はい、これのリモコンで、はいはい、違いますね、はい、どうせ、はい、あ、こっちです、うん、あ、これで右左の切り替えなんですね、そうです、共通ですね、はい、ついてて、はい、こっちか、こっちの方が、うん、うん、あ、うん、失礼しました、はい、ちょっと田舎物丸出しになってしまいましたこんな感じで、まあ、好きなものが表示できると、はいはい、地図が良ければ地図にしといてもらって、うん、はい、メディア表示したければ、うん、メディアにしといてもらって、そうですね、もう座席の差別がないじゃないですか、すごいです、はい、確かにそうだよね、そうなんですよ、座席の差別がないね、ないんですよ、ああ前だけベンチレーションとか、うん、強いて言えばマッサージが唯一ついてないぐらい、そうですね、リアはそうですね、はい、そうですね、もう本当にそれぐらい、うん、もうメディア関係もそうだし、うん、座面に関してもそうだし、うん、カメラマンに至ってはここに座って離れたくないって言ってましたからね、はい、でも気持ちは分かります、いやいや分かります、はい、うん、でさすがにリアはここがあったかくなったりとか、うん、こっちがあったかくなったりとかっていうのはないと、うん、はい、そして灰皿がついてて、はい、やっぱりシェードいいっすね、高級感ありますね、もう何も見えないですもん、だってでもあの辻こっちは、はい、ちゃんと温まるとね、アームレストのヒーターついてるんですか、ついてる、いやもう若干あったかい気がします、本当本当だあったかくなりましたよ、すごいね、もう一回動画撮っていいですか、はい、はい、でも座席の差別がないんですよ、それそうだよね、はい、確かにもうだってベンチレーションも、うん、だって4席、はい、そうでエアコンに関しても4ゾーンだし、うん、はい、もう唯一マッサージがないぐらいなんですよ、そうですね、だってもうシートヒーターだって、はい、座面は当然ここもここもあったかくなるドアまでねすごいねこれね、あドアあったかいわ、あったかい、で調整に関して もう細かくできるわけじゃないですか、うん、これがこの価格ですよ、はい、なんかもう深夜のテレビショッピングみたいになってきましたけどすごくないですか今の時期、すごいです、はい、現行ですよね、これが2つぐらい片落ちだっていうんだったらまあまあ分かりますよ、まあまあまあ、はい、ね、前期といえど現行のこの車がこの価格でおさらいしたらこの装備ですごい時代ですよ、欲しくなっちゃった、欲しくなりました、だからうちの社員が2人乗ってるっていうのもなんとなく分かりましたじゃあ3人目いきますか、いやでもこれちょっとファミリーでも使えるなと思って、僕いやすごくいいね、はい、ただ子供なんで散らかすし汚くするんでちょっとその辺だけですね、うん、でもそれをちょっと意識してるのか分かんないですけど BMW のアクセサリーカタログにあのルーフのボックスあるんですよ、うん、77のい、うん、はい、77のい、はい、だからそれぐらいちょっとこう何ていうんですかツールとしてというか、うん、はい、もう何ですか高級車じゃなくて、はいはい、っていうのもちょっとメーカー側はちょっと意図してるのかなっていうのはちょっと感じました、うん、ファミリーカーじゃないですけど、はい、確かにもちろんそうもっとコンフォートに行くんであれば750とか760とか、うん、はい、ロングボディとかね、はい、ありますから、はいはい、ベースのこのスタンダードの740とかだと結構割とそういう使い方もできちゃうんじゃないかなっていう、うん、はい、っていうのを感じました、はいはい、でちょっと装備ばっかり触れてて、うん、はい、スペース的なものをちょっと触れてなかったですけど、うん、足元はショートでも全然僕このデブが座っても、うん、はい、シート十分です、大丈夫、はい、シートもだらしなくしてます今、はい、はい、ちょっとちゃんとします、うん、はい、ちゃんとしても全然十分ですね、はい、で頭も僕175ですけど拳1個分ぐらい、そしてちゃんとここが上に1段階上がってるんで、はい、よりこうヘッドのスペースが取れると、うん、ヘッドクリアランス、はい、これ調整の幅めっちゃ広いんですよ、これコンフォートシートだ、ここをちゃんとここだけで動くんだ、そう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 、それで出ましょう、あそうだよね、あそうだよね、すごいな、できちゃうと、あ BM すごい何を今さらって怒られますけど、完全に土方さん素じゃないですか、はい、すげえな、こんな感じのリアシートになってます、はいはい、続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランク僕好きなのは、うん、まあ開くの開くじゃないですか、うん、はい、これなんですよ、シューッ
かります？わかりますよ。何何メルセデスとかって結構勢いよく閉まるじゃないですか。ああ、ドンってくるよね。そう、うん、この気遣いですよ。あ、はい、いいんですよ別にこうパッて閉めてこうでそのまま行くんだったらいいんですけど、なんかこう高級車になればなるほどこうコンフォートに閉まりません、うん、ふわって、うん、ベントレーとかやばいですよね。そう、それがちゃんとこう、はい、確かに、ああ優しいですね。そうなんですよ、全然確かに。ここ僕好きの、うん、で容量的なものはもうさすがの7シリーズめちゃめちゃ広い、はいはい、当然トランクスルーだったりはないですけれども、そうですね、はい、もう十分すぎる、うん、はい、サイズっていう。以前言われてたように幅がつっていろいろ言われてて、いろいろメーカーもこう改善して、ね、使い勝手を考えながら目いっぱいまで使えるようになってますよね、はい、車によってはもう本当にここ、うん、こうなっちゃってるのもあります。そうなんですよ、はい、ね、限界まで使えると、うん、意外と奥行きってトランクの奥行きって使いづらいんですよね。幅があった方が確かに、うん、届かないですよ。その通り、はい、うん、あとこの下だったりはあるんですか。はい、ありますよ、はい、あ、これこの下はないんですね、うん、え、この下あるんですか。この下、あ、違う違う、ごめん、これないんだ。ないですよね。そう、はい、ここまでっていう。そうです、はい、あ、でこれってあれですか、うんうん、出して使えるやつですか。あ、そうなんだ。いや、そうだ、これだ。 あるんですね、うん、はい、いいじゃないですか。あれ、こう、こうだもんね。はい、そして使用感がゼロです、はい、こういうのもついてるとやっぱりありがたいです。いや、全然嬉しいですね、はい、はい、こんなのもついてると、うん、いいですね、はい、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、ボンネットは BM 恒例の2回引きで、うん、そうですね、はい、そのまま感じですね、うん、フード自体も当然アルミで、はい、そうです、はい、でエンジンが163リッター、うん、はい、ツインスクロールターボ。そうです、はい、いわゆるシングルターボ、ね、シングルターボです。はい、ちょっと正直ここは、まあ、見た目より実用性を取ったなっていう感じはします、はい、否めない。ロマンを取るんであれば、うん、やっぱり V8 とか、うん、はい、V12 とかですけど、うん、ただびっくりなのはこのサイズでこのキビキビした走りができるんですよね。そうですよ、はい、でも言っても6気筒ターボじゃないですか。でパワーも300馬力オーバーなんで必要にして十分。そうなんですよ、うん、このスペースにコンパクトに収まってるからちょっと寂しさを感じちゃいますけど、はいはい、全く走り出してしまえば関係ないです、はい、そしてもう初心に帰るんであれば、うん、直録って言ったらもう BM じゃないですか。そうです、ね、BM で言ったらもう直録じゃないですか、うん、直録ですね、はいはい、だからやっぱりそこの基本が積んであるということでちょっと気になる走りも天候が最悪ですけれども、はい、この後行ってみたいと思います。ですね、はい、じゃあ続いて天童周り見てみたいと思います。お願いします。じゃあ今回はマフラーの音を省略させていただいてエアサスの上下を見てみたいと思います。お願いします。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。2週続けて、はい、2週というか、はい、前回に引き続き、はい、土方さんと試乗するという、はい、試乗すると雨が降るっていう、はいはい、あれ雨男登場雨男ちょっとアップで、はい、しょうがないです、大雪の中に納車に行くコンビなんで本当だね、はい、あー、いい感じですね。いい感じですね、やっぱり、超コンフォート、うん、あ、これエンジン調べたら、はい、40のエンジンなんですね。
40のエンジンね。340、440、はい、うんうん、はい、元言えば140、240、はい、であとはなんかスープラもこれ系らしいですよ。ああそうなんだ、はい、はいはい、まあ、その末尾が違ってセッティングがちょっと違うらしいですけど、うん、なるほど、はい、同系列のエンジン。僕340乗った時にあまりのさびっくりしてるんですよね、はい、あまりの何良さに。あ、いいよね。そうなんですよ、うん、でどうしてもこのでかい7シリーズのボディとイメージだと、うんうん、ちょっとこう足りないかなと思ってたんですけど、あ、そう、出足はなんか全然、うん、はい、僕は全然気にならなかったですね、前に乗った時も。いいな、シートがいいんですよ、マジで。いいですね、うん、さっきカメラ回ってないところでも見ましたけど、シートはすごく重要なんですよ、うん、骨盤だ、確か骨盤背骨かな、うん、今日忘れちゃったんですけど、うん、なんかその体にかかる負担は立ってる時の 1.6 倍ぐらいかかるんですよ。レカロの講習会に行って聞いてきたんです。なるほど、はい、だから実は立ってる時よりも座ってる時の方が重要っていう、うん、うわ、めっちゃコンフォートっすね。ね、なんかもうお手本のような高級車、うん、それではこの坂道をビビッと、はい、あ、超パワーある、うん、ありますよ。うわ、全然十分じゃないですか、はい、ドカーンって感じじゃないですけど、じゃないですけど全然重さ感じないんですけど。そうですね。え、これ今の感じだったら全然追い越しとかも、はい、全然ストレスないですよ。そうですね、そりゃそうですよ、 DM ですよ。そんなの作ってくるはずがないと。そうです、そうです。スタンダードでも、はい、当然あの何ですか、あの何車種かに使ってるエンジンですけど、はい、セッティングも変えますしね。ミッションの、あのデフダのいろいろあるじゃないですか。フィットの中でびっくりしたのはめっちゃ静かなんですよ。そうですね、そう、うん、すげえコンフォートですね、うん、すいません、ラジアルタイヤにしたいなんて抜かしてだから言ったでしょ、はい、うん、僕もだからこの型の7シリーズ乗った時に、あ、ここまで来てるんだなっていうのは感じたので、あんまり気にしなくなりました。これ足回りとちょっとボディの相性もあるかもしれないですね。それはありますよね、もちろん。ミニってこう、まあ、セッティング的にそうなってるのかもしれないですけど、はい、ランフラットとの相性がめちゃめちゃ悪いんですよ、うんうんうん、もう乗り心地も最悪になっちゃうんですよね、うんうんうん、だからラジアルにするとみんな感動するんですけど、うんうん、これ全然ラジアルじゃなくてもね、はい、いいですよ。このパワーにはびっくりした、うん、そしてヘッドアップディスプレイも見やすいし、うん、あー、シートめっちゃあったかい。ちょっとモード切り替えスポーツ、はい、いいですか。あ、そうか、今コンポートすもん、ね、そうです、はい、これなんすか。スポーツ、え、月良くなった。めっちゃくらい、めっちゃくらいらしい、いいんだ、はい、めっちゃ月いいっす。これ多少こうなんていうんですか、車重があるから、うん、こうワンテンポこう車の挙動はこう、うん、ゆったりというか、うん、っていう感じしますけど、はい、全然この十分十分です。あ、いいですね。340乗った時の、うん、あの感動を思い出しました。うん、なんか足の硬さとか変わってる感がすごい伝わってくるんですけど、硬いっすね。硬いっていうか、でもでも嫌な感じはない、不快な感じではないではないです、はい、うん、これいいな。スポーツ、これこの価格ってすごいですね、うん、インディビジュアルもあるんだ、はい、要はエンジンと足回り個別に設定したりってことですよね。そうですね。でもう一回コンフォート、はい、ステアリングヒーターオン、全然ステアリングヒーターオンにしちゃいました、うん、ちょっと待ってください、これだって、あ、なんか、ああ、あ、なんか継ぎ目がフラットな感じね。変わんない、変わったでしょ。いや、今コンポート全然違いますよ。全然違うね。ターンってなんないですもん、ね、そう、音を聞かないとこの段差が分かんないぐらい、分かんないぐらいだね、うん、これあれですね、今名古屋ですけど東京の首都高でもすごくいい感じで乗れるでしょうね。いやいやいや、こ
これ快適っすよ。これいいな。もう雨降ってても全然不安要素ゼロですよね、はあ、だってもう車ずっと平らなんすもん。そう、ハンドル切っても車線越しても本当だね、段差越えても、うん、すごいですよ。ちょっとこの先のカーブでも、うん、ちなみにやっぱりこの車後ろの席も重要だと思うんで、後ろの席にはカメラマンが乗ってますけど、はい、そう、カメラマンちょっと、どうすか、おこれコーナーにこれすごいね、ずっと水平ですね、ロールしないですね、すごいね、すごいね、すごいねってうるせえけど全然ロールしないですね。いいですね、ロールしないのになんか体が持ってかれないんですけど、うん、シートもいい。でもちょっと本当にこう車線行とかしても、うん、本当だね、ぐわつく感じないね。これだけ大きい重たいボディだったらこうぐわってなるじゃないですか。なるなる、ならない、ならない、いいですね、素晴らしい。ただアクセル の, その加速減速の時はちゃんとワンテンポ遅らせてくれて、うん、こうコンフォートな感じになってるんです。へえ。ステアリングヒーター遅いけどめっちゃあったかいちょっと遅いですねそうですよ、ちょっと遅いです。レンジみたいな最速で温まる感じではないです。そう、レンジ早いからね。ただここが一番あったかい気がするっす、握るこの10時10分が上のところが、はい、そうですね、そうですね、そうですね、10時10分が一番あったかいです。そこを持つんだよと、はい、いうことですか。そうです。なるほど、わかんないですいいなぁ。これ本当にあの最初から最後まで価格価格って言って申し訳ないですけど、はい、これはちょっと驚異的ですよ。うん、でもほらやっぱりね、当然価格大事だし。大事ですね、はい、何と比較してどうこう言わないですけど、やっぱりこれ、このセグメントだったりこのサイズ感だったりとか、国産車でもこのサイズのね高級車いっぱいありますけど、これ選択肢の中に入れるべきだし、いや入れるべきですよ。そう、なんだったら選ぶべき1台ですよ、はい、間違いなく。結構、まあ、国産車、欧州車、アメ車ってそれぞれ結構食わず嫌いしてる方っていらっしゃいますね。いると思います。アメ車はちょっとなとか、うん、国産車主義の人だと輸入車はちょっとなっていう、はい、だ一回ちょっとそれを先入観取っ払って、うん、一回ちょっと乗っていただきたいですよね。いや本当そうですよ。特に国産ずっと乗り継いできた方とかに乗っていただきたいです、うん、ああ確かに、うん、衝撃だと思いますよ多分。そうですね、この価格帯でこれが全部ついてきて、うん、っていうのかっていう、うん、なおさら日本車ずっとお乗りいただいてた方だったら違いのね、いい悪いじゃなくて本当違いがね、そう明確に分かるから。ブレーキ効くし、うん、安定してるし、うん、まあ、そりゃそうっすよね、だってアウトバーンで車作ってるんですから。はい、アウトバーン行って本当びっくりしたっすよ僕、うん、無制限無制限って言うじゃないですか、うん、で本当に平均時速140-150ぐらいで流れてて、うん、飛ばす人マジで飛ばすんですよ。ゲレンデがだって200本当に30-40で走ってるんですよそれ怖いというかすごいね。僕ら A4 のディーゼルでもう220何キロでバーッと走ってるのに、うん、普通にゲレンデぐんぐん抜かされてって、多分ゲレンデも250ぐらいはマックスだと思うんですけど、ああ G63 っす。そんなに出るんだ。でもやっぱりそういうところで作ってる車ってやっぱり頑丈だし、ブレーキ効くし、パワーあるし。そうだね、やっぱりね、で距離の移動が長いじゃないですかやっぱり、はいはい、あの日本国内よりかも、はい、だ距離移動できるように作ってありますよね車。そうですね、快適に。そう、それはね確かに感じます。うん、マッサージついて、うん、ヒーターついて、うん、結局マッサージとかこのシートヒーターもその快適っていうのもあるんですけど、うん、なんかその血行不良でそのあそう疲労が溜まっちゃうのを防ぐためになってるんですよね、うん、そうっていう一面もある。そうだから最近の
新しめのその大型セダンって、マッサージマッサージって言いながらほぼほぼ体のストレッチの動き方しますよね。はいはい、うん、お尻の下のこうなんていうんですか、ストレッチだったりとか、まあまああれ、 あれですかね、エコノミークラス症候群的な。はいはい、そうですよね、はい、ずっと同じ姿勢にいると血流悪くなっちゃいます、ね、そう、疲労たまりますからね。多分国産車って一番最初にマッサージついたのってトヨタの高級車とかで、リアのシートだった気がするんですけど、僕、はいはい、そうですよね、はい、確かそうです、うん、多分欧州車ってもうアプローチが全然違って、もうまず前じゃないですか、うんうんうん、確かにそうですね。でさっきカメラ回ってないところでも言いましたけど、はい、もう国産車だと玉切れとかってまず教えてくれないじゃないですか。教えてくれない、そうですね。でも欧州車ってやっぱりそれだけ飛ばすところで玉を切れてると、うん、危ないですね、安全にも直結しちゃうんで、玉切れ必ず、安い車でも絶対玉切れ出るし、はい、すげえな。なんかはい、いけないんですけど、はい、こういい車乗ってるとこうなんとなくそのこう雰囲気に浸っちゃうので口数減っちゃうね。無口になります。無口だろ、うーんって歌ってるばっかりで、淡々と運転できますよこれ。そうだよね、はい、ちょっと新東名頑張って運転しましたけど、うん、はい、これに乗って帰りたいです僕は。あれ、テイクアウト、テイクアウトしたいです。土地車買う、いや欲しいです、これはこれは本当に欲しいです、はい、これはリアルに欲しいです、うん、いや今まで別にリアルじゃなかったわけじゃないですけど、うん、これちょっとステップアップローンで、うん、はい、お、いやこれだってだいぶ良くないですか、はい、ねじんなくていいし、うん、あ、本日のテーマはツッチー車買うに変更、ちょっと一回計算していいですか。一回計算していいですか。そして僕乗ったらこれ騙したら頭良さそうじゃないですか。あ、そうですね、黙ってればね、はい、黙ってれば、うん、喋っちゃダメですけど、うん、そんなことないんですよ、喋ってもあの賢そうだって。いやでもこの辺乗ってる方って、はい、あのすごくちゃんとしてるイメージじゃないですか。ああそうですね、5シリーズ、7シリーズ、はい、E クラス、S クラス、はい、ただやっぱりそこ難しいところで、じゃあ市場のその中古車って人気とか、うん、そういうのもあるわけじゃないですか、はい、だからそこさえ気にしなければ本当にお買い得だし、うんうん、もうこの手の車なんかもう絶対に乱暴に扱われてないわけじゃないですか。そうですね、いいなぁ。いいですよ、だってほんとずっとフラットなんですね、うん、地面が。けどひとたびこのスポーツボタンを押したら、はい、ちゃんと BMW なんですよ、動きが。重さとなんていうんですか、その大きさは感じますけど、はい、本当になんか3シリーズとか、うん、あのぐらいの俊敏さが、うん、おお、すごいね、レスポンス加速は。あれ、これ大高方面でいいですよね。そうです、はい、でも音があれの気がします。なんかその、うん、車の作りなのか分かんないですけど、うん、340とか乗った時より、うん、V6 サウンド、 V6 じゃない、直6サウンド聞こえないですね。聞こえないですね。なんか340乗らせていただいた時、まあ、はい、X340i だっけ、うんうん、でしたっけ、うん、はい、あれ乗った時も、うん、おお来た来た来たっていう感じあったんですけど、はい、これ7だとこの音を抑えられてるのか、うん、やっぱりどこまで行ってもコンフォートですね、うん、あったかい。え、あったかい、あったかいです、はい、背中も、うん、肘も、うん、ハンドルも、うん、はい、これいいな、うん、サポート系もフルフルでついてるわけですね。あ、レーンキープ、はい、そうですね、ただいまレーンキープをオンにいたしました、はい、あ、こっちね、あ、こっちですか、うん、え、大丈夫、
はい、あれピコピコついてた、ついてなかった、わかります、いなかったのね、あの車さん。レーンキープは、うん、あれでも、うん、どうなんだろう、どう、まだオンになってないでしょ、オンになってます、いやいや、なってないですか、なってない、なってない、なってないですか、うん、読んでない、まだこれどうんじゃないですか、あ、これか、緑のラインが出たら、お、反応してるんですか、多分また、本当、はい、あ、これレーンキープする、あ、してる、はい、します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 、うん、うん、はい、あ、結構レーンキープ何きっちり効いてくる、きっちり効きますね、おお、8乗らせてもらった時もそうだったんですけど、はい、重い、あ、もうサポートしてますよっていうのを感じちゃう、うんうん、なんかちょっとそれた時だけグイッと戻す感じじゃなくて、うん、常にこう、うん、アシストされてる感じです、うん、で ACC も、うわ、もうこれもう完璧ですレーンキープと ACC で、うん、しかもちゃんと ACC もこれマイルドじゃないですか、本当極端じゃない、極端じゃないです、あ、まあ当たり前なんですけど、そうですね、はい、最近のやつはちゃんと加速減速がすげえマイルド、うん、今前車いなくなって、はい、はい、あ、マイルドじゃないですか、本当だ、撮影者こうなりますよ、お一気にこの、一気に、ね、一気にいきます、一気に行って一気にブレーキ踏みますこれいいな、うん、だってステアリングのサポート入れてレーンキープ入れて、うん、ACC にしたらほぼだって添えてるだけで、そう、はい、いけちゃいますよね、シート名みたいな、ああいう淡々とまっすぐなところなんか最高ですよ、最高ですよ、はい、本当に、だいたい ACC にしとけばスピード違反なんないし、そうなんだよね、あれもう一個先でしたっけ、ここでしたっけ、もう一個先です、何かお化けを読み込みました、これはありますね、ベンツは結構多いです、あ、そうなんですか、はい、天候がこういう状況だったり分岐分流だったりっていうので、あれこれ FR っすよね、 FR です、 FR っす、はい、やっぱりちょっとこのつなぎ目のところに抜けますね、うん、でも安定してるからいいよね、安定してますね、うん、これちょっと本気っていうか、はい、シャキシャキ走ろうと思ったらだいぶシャキシャキ走れますね、はい、パドル使ってですね、これいい、一回計算しましょうかっていやこれステップアップローンで最終月200万円ぐらいにしても、うん、いけそうな気するんですけど、いけますよおそらく、どうしようかな、ねえ、さん大変なことが起きました、はい、後ろ、あ、起きた今やらせじゃなくて本当に寝ましたよカメラマンは後ろで、いや寝ちゃうよこれマジで、今僕はルームミラーで静かに目を閉じたのを見ました、うん、寝てるっつって、うん、やらせじゃなくてリアルに寝てるっつって、ね、寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、いやちょっと言わせてください、はい、今日朝4時に出てきたんですよ、はい、行きほぼ寝てたんですよ来るのにほぼ寝てたのに、はい、それでも後ろで自然に目がまぶたが下がってきちゃった、あ、いやでも快適すぎてやばいよねこれ、いややばいよ、降りたくなくなっちゃうんですよ、うん、ほんとシートヒーターつけてないの、我慢したんだこれ寝ちゃうなっつって、でも寝ます
こんなに快適ですか。ね。またこういう車乗ると、うん、普通の車乗った時に、うん、よりこうこの車の良さ分かりますよね。そうだね。なんかよくパーツとかでもチューニングのパーツとかでも、うん、そのつけた時よりかも外した時に体感できる、うん、ああそうだよね、言うじゃないですか。確かに。で僕大体会社でこういい車の、うん、試乗させてもらうじゃないですか、うん、家帰って家の車乗ってがっかりしますよね、うん、例えば雨とか降ってると、うん、もうこうやって止まってる時とかも、うん、ほぼこう天井にこう雨が当たることしないじゃないですか、うん、僕家の車某国産車のミニバンなんですよ、うん、もう天井ペラペラなんで雨の音とか天井すげえ鳴るんですよ。パタパタ言うね、バラバラバラね、ずっと言ってるもんね。ほぼ鳴らないじゃないですか。なるほどね。だ普通に走っててもフロントガラスに当たる音しかしないし、そうだね、巻き上げた音とかしないし、うん、だからこれに最初乗っちゃうと、うん、そこの静粛性って気がつかないですけど、あ確かに、ここから普通の車に戻ると、うん、あすごかったんだなやっぱりっていう。そうだよね、親と思うもんね。思います思います、ね、あれあれって。僕なんか特に家のかみさんのそのファミリーカーがそれなんで、うん、ギャップ感じますよ、うん、乗り味も、うん、確かにそうですね。だってもう良すぎて足の動き分かんないですもん俺そんな感じしません、うん、なんかマクラーレンとかああいうのみたいに、あこういう風に動いてんだなっていう、こう、うんうんうん、路面からのこうインフォメーションが分かる感じじゃなくて、はい、どうやってんですかみたいな。なんかでもあれだよね、古いというか以前から出ているその、ね、まあ、昔の BM って言い方変ですけど、90年代も2000年代入ってからもう BMW ってこうなんかそれって変わらないですよね、ずっと、うん、一貫してますよね。一貫してますね。ちょっと BMW ミュージアムに行ってみたいです、うん、あ行ってないんだっけ。行ってないっす。でもカメラ、あれどこ行ったの。ポルシェミュージアム行ったんだっけ。そうです、ポルシェミュージアムとメルセデスミュージアム行きました。あどっちも良かったです、けど、うん、ポルシェミュージアムは出てくるときにポルシェが欲しくなってました、うん、メルセデスミュージアムは別にメルセデスは欲しくなってなかったです、うん、けどメルセデスの凄さにびっくりして出てきました、でカメラマン曰く、うん、ポルシェミュ、あ BMW ミュージアムはポルシェミュージアムと一緒で出てくるとき欲しくなってますよって、うん、行ってみたいですよ。ちょっとその歴史を学んだ上で、うん、もう一回ちょっとこう、うん、あそこからここに来てんのかっていう、うんうん、いや僕だってポルシェミュージアム行ってポルシェ買えないからせめてあのポルシェのおもちゃ買おうと思ったんですもん、うん、はい、うん、まあ、それもちょっと荷物になるので結局やめちゃいましたけどちなみにカメラマンはウイング買おうとしました。ウイングだっけいや車のリアルにウイングがあってたんですよそうなのそれを買って帰ろうとしましたそれぐらいでもなんかこう納得というか説得させられるものがあるってすごいですよね、うん、いやすごいですよね、ものづくりに、うん、もっと評価されていいっすよね本当だって。いやいいと思いますよ、評価されても。でもやっぱりこの辺のちょっと高級車ってどうしても中古車市場に出てくると、うん、人気って正直こう、うん、あんまりよろしくはないじゃないですか、うんうん、もうちょっとリセールいいんだったらもうちょっと高級なやつとか、うん、なっちゃいますよね。こう永遠のテーマなんですけど、リセールがいいってことはまあ人気が高いってことはみんなが乗ってる。そうなんですよね。そうなんです。だからもっと違う考えからすれば飛び抜けすぎてて憧れててその車は知ってるけど買うに買えない、みんなが手が届かない、うん、でも一部の富裕層だけが乗っているから値段は落ちない、台数は増えないっていう、どっちかじゃないですか。そうですね、リセールがいいというかっていうふうに考えれば。でも冷静に考えて BMW っていうこの7シリーズの認知度っていうのは誰でも知ってるわけだし、はい、
さっきの話じゃないですけど食わず嫌い的な感じなのかなとか。あ、それはあるかもしれないですね。そう、あとはそのメーカーの新車発表から発売にかけてのその、はい、マーケティングだったりその売り方とかのイメージだったり、単純にそれだけのような気がするんですよ。だから僕はそのツッチが言うようにこの車がもっと認められるって、偉そうな言い方かもしれないですけど、もっと値段が高くても売れて叱るべき車だと思いますね。でもやっぱり人気雰囲気、中古車の相場ってやっぱり買うお客様が決めるわけじゃないですか。500万じゃそれ買わない、300万だったら買わない、いや1000万でも買うですね。結局買う方が決めているので、究極的にはもうちょっとこれ評価されてもいいよな。本当ですよ。ちょっと本当に値段か金額確認した上で、はい、ちょっとあの国産のセダンのとか乗ってる方にちょっと一回見ていただきたいです。うんうん、本当だよね、うん。衝撃受けると思います。うん、撮影してる先ほどの最初の方でもう何回か触れてますけど、やっぱりうちの従業員もね、そうなんですよ。そう乗ってるで、はい、車業界に携わる人間が、はい、BM5 シリーズ、7シリーズ、3シリーズ、 BM っていうメーカーを好んで乗るってやっぱり理由があるんですよ ね、はい、そうですね。ただ安いだけじゃなくて、はい、うん、そこを皆さんに知っていただきたい。いわばこうプロが選ぶ車。その通りです。ですよ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、はい、買い取りは毎回告知させていただいてますけれども、はい、在庫が足りません。はい、皆さんの愛車のボンドに買ってくださいという方がいらっしゃれば、査定にお伺いしますので、ぜひぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。査定だけでも、まあ、お気軽に。もちろん、はい、全然お電話でも大丈夫なので。あとよく言われるのは、うん、まあ、欧州車は取り扱ってるんで、はい、まあ、欧州車だけですかなんて言われるんですけど、はい、国産車だったりだとか、アメリカだったりとか、ね、はい、メーカー問わず、メーカー問わずでやりますので、はい、言っていただければ、まあ、できると思います。そうですね、はいはい、お気軽にお問い合わせください。はい、というわけで今回はボンドカーズ名古屋から BMW740i M スポーツをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。